レンジ XI8M IR8M のプレオーダーが今さら届きましたよ。予約が開始された直後にオーダーしておいたのですが、モード1の選択肢でしまったがために2月中旬の出荷となってしまい、プレオーダー品なのに通常販売開始で注文したモード2から1ヶ月も遅れて到着というありさま。おかげで完璧なまでに目新しさは皆無です。他動画でも紹介していますが、前回の注文品は内部の RF チップのピンが短絡してる不良品だったり、電源の再投入が1分近く待たされるといった不具合を抱えたものだったので、目新しさ皆無に加え、回収作業が面倒くさいなぁと憂鬱な気分になっていました。とりあえず食不良チェックのために電源投入、起動確認を行います。エラーなく起動成功。 RF モジュールは正常動作してるっぽいです。期待してませんが、電源の再投入をテストします。待機時間なしで電源再投入成功。もう1回入れ直しても即座に起動します。改善版なのでしょうか。ちょっと開いて中を比べてみましょうかね。まず待機時間なしの再起動が確実なのか、何度か電源のオンオフを繰り返してみます。大丈夫そうですね。分解して基板を目視で比較してみましょう。左が今回入手した新版、右が以前入手したもの。オーダー順とは逆に、右が初期ロット、左が最新ロットです。右の初期ロット版は、モード2をモード1にコネクタリードの入れ替えで実現していたり、ピンが短絡して動作していなかった RF モジュールを手作業で乾燥したため、ベースのメイン基板がフラックスでちょっと汚れてたりしますが、基板は印字されているバージョン、各パーツを含め全く同一に見えます。最新ロット版、左上にある電源ロジックのコンデンサー2つも220マイクロファラットで変更なし。そして初期ロット版、電源再投入時の待機時間を減らすため左上のコンデンサーは乾燥済みですが、使用パーツは全く同一で違いが見つけられませんでした。新ロット版も初期ロット版も違いはありませんでした。一体何が変わったのか、新しい発見があったらまた報告します。